最後個人的な話になるんですけど、この輸送トラックの唯一残念なところは、皆さんこんにちは、ジェイソン・オレゴブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴクリエイターレースカー輸送トラックです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売されたレゴクリエイターです。ちなみにこちらのレゴは絶版品となっております。外箱はこのようになっていて、このレゴクリエイターのメインカラーはグリーンになっております。レゴクリエイターなので、レースカー輸送トラック以外に、クレーン車とクレーン付きのタグボートに組み替えることができます。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は約3280円で、ピース数は328個です。ちなみにこちらのレゴクリエイターは、地元のイオンモールで2000円で買いました。今回はこちらのレースカー輸送トラックを組み立てます。完成、レースカー輸送トラックです。はい、完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で45分かかりました。この輸送トラックなんですけど、意外と小さいパーツがすごい多かったので、割と作るのが大変でした。はい、まずはこちらの2台のレースカーから見ましょう。ちなみに両方のレースカーの造形は全て一緒で、色が違うだけです。はい、まずはこちらの赤いレースカーから見ましょう。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。赤いレースカーは名前の通り赤が主体になっていて、差し色に黄色が使われております。正面から見るとこんな感じで、横はこのようになっていて、後ろはこんな感じです。近くで見るとこのようになっていて、レースカーには小さいパーツが使われていますので、細かい造形もしっかり再現されております。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。続いてはこちらの青いレースカーです。全体をぐるっと見回すとこのようになっていて、基本的に先ほど紹介した赤いレースカーとは造形が一緒で、カラーが違うだけです。青色がメインになっていて、差し色に水色が使われております。2台を並べるとこんな感じです。色合い的にめちゃめちゃかっこいいですね。ちなみにこのレースカーなんですけど、ミニフィグは当然乗せることはできません。はい、続いてはこちらのレースカー輸送トラックを見ましょう。荷台部分とトラック部分とで分けて説明します。はい、こちらがトラック部分です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。では近づいてみましょう。まずこちらが操縦席部分になっております。操縦席は黒いパーツで再現されております。この部分がミラーで、ここがライトで、天井部分にはライトと煙突がついております。グリーンベースに差し色に白色が使われているところが結構綺麗だと思います。グリル部分も結構面白い造形をしております。後ろから見るとこのようになっていて、ちゃんとブレーキランプがついてるのもすごい細かいと思います。で、この部分なんですけど、おそらくエンジンタンクだと思います。この輸送トラックにはタイヤが6つついておりますので、このように転がし走行で遊べることができます。はい、続いてはこちらの荷台部分です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。先ほどのトラック部分はグリーンがベースだったのに対して、荷台部分は白とグレーが主体になっております。近くで見るとこのようになっていて、この部分に先ほどのレースカーを登場させることができます。で、ここがタラップになっていて、この部分はヒンジでこのように稼働します。後ろから見るとこのようになっていて、ちゃんとランプがついていて、タラップもこのように稼働することができます。で、荷台部分のこの部分がストッパーになっていて、ヒンジでこのように動かすことで、このように安定させることができます。では、荷台をトラックに取り付けます。ちなみに取り付ける場所はこの部分です。はい、取り付けるとこのようになります。これで一気に長くなりました。レースカーを乗せたいと思います。まずこのタラップの部分を一番下まで下げて、では行きます。はい、こんな感じでスッと入ることができます。ではこのタラップを上に上げて、青いレースカーを乗せます。でタラップを閉じると、
はい、このように綺麗に乗せることができます。ちなみにこのまま激しく動かしても落ちることはありません。これよく考えられてるポイントとしては、この荷台部分のこの隙間とレースカーのこの部分ががっちりあって、前輪部分が固定されますので、さっきのように動かしても落ちないようになっております。これほんとよく考えられてるな。最後個人的な話になるんですけど、この輸送トラックの唯一残念なところはやっぱミニフィグが乗せられないことですよね。はい、では最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。これミニフィグサイズじゃないので、ミニフィグから見たらちょっと小さめになっております。レースカーと並べるとこのようになっていて、大きさ的に言えば強いて言うのであればゴーカートサイズだなって思います。じゃあ続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。これはもう明らかにレゴマリオサイズじゃないということが一目でわかります。レースカーと並べるとこのようになっていて、これはもう完全にマリオカートサイズじゃないですよね。続いてはこちら、じゃーん、ジャガーフォーミュラーEと並べるとこんな感じです。2台部分がレゴスピードチャンピオン1台分の大きさとほとんど一緒になっております。レースカーと並べるとこのようになっていて、レースカー2台でもちょっと足りない感じですね。では最後はこちら。エンジンキャリゲーターと並べるとこんな感じです。やっぱね、キャリゲーターでかいっすね。全長の比較はこのようになっていて、エンジンキャリゲーターの頭まで行ってないですね。同じカーキャリアとして、今回エンジンキャリゲーター並べたんですけど、やっぱキャリゲーター長いですね。じゃあちょっとせっかくなんで、ダイジェストで頑張る方に合体させます。頑張る王です。今回作ったレースカー輸送車も改造して頑張る王みたいにしたらめちゃめちゃいいかなって思いました。やるかやらないかっていうと、やらないかなって思います。はい、レゴクリエイターレースカー輸送車はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターレースカー輸送車を組み立ててレビューしてみました。まずこのレースカー輸送車には小さいパーツがたくさん使われていますので、作るのはちょっと大変だったんですけど、すごいよくできていると思いました。次の動画ではこちらのクレーン車に組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。